おはようございます、さんです。今ですね、私はね、北海道の札幌市の方に来てるんですけども、今ね、この中央バスと書いてある札幌国際大学前のね、今バス停のところにいるんですけども、この近くにね、犬のワンちゃんの県店長っていう方がね、焼き芋を売ってるっていう噂をね、情報を駆けつけまして、それでね、北海道に来たのでね、挨拶をしないとまずいと勝手に思いまして、ここに来てます。それでここのね、県ちゃんにね、会いに行こうかなと思って、これからね、行ってみようと思ってます。それじゃね、そちらの方にね、行ってみようと思います。まずね、一つ目の交差点、清田3の1かな、っていう交差点に来まして、今それを渡ったところです。はい。でね、上の看板にはこの藤っ子という看板があってね、多分これが目印になるのかな。この藤っ子の交差点を右曲がればいいのかな。多分 Google マップ見るとこれ右曲がれって多分書いてあったと思うんだけど、ではね、この右の方に曲がります。はい。そうするとここら辺住宅街ですよね。はい。これね、これ確か左手だったよな、あったような気がするんですけど、多分ここだよな、といいと思うんですけど、ちょっと歩いていきますか。ありました、軽自動車とハイエースですね、の間のとこにお店ありますね。じゃあ行ってみますか。ちなみにですね、こちらのお店はね、今コロナの影響で午後1時から3時までの営業、2時間しかやってないそうです。通常ですと11時からの営業になってるみたいですね。終了時間は3時で、コロナ後と前と変わらないような感じです。はい。ありました、駄菓子屋さんになってる、ニュー犬の駄菓子屋さんになってます。こんにちは、ケンちゃんです。こんにちは、ケン店長です。ここにカメラがあるんですね、ちゃんとあって、でここにストーブですね。ケンさん、こんにちは。なんか気に入ってくれなさそうで向こうに行っちゃってます。はい。お店はね、こんな感じになってます。で、営業中の看板で、お金はね、今駄菓子屋さんになってまして、駄菓子はね、こちらにお代金入れる形ですね。犬なのでお釣りは出せませんということで、ちゃんとね、ぴったしの現金を用意して、物をね、こっちでセルフで買って、ここでお代金を入れるっていう形ですね。はい。それでね、こうやって単語が書いてある通りでね、タイ人の方がね、ここ結構知ってらしてね、コロナ前なんかは結構来てるみたいですね。はい。海外の方にはすごい人気のお店みたいです。でね、T シャツ2000円で売ってまして、あと駄菓子ですね。あとうまい棒、たくさん売ってますね。1個10円で。あとはマシュマロだったり、あとコーラ、あとガムですね。安全が売ってまして、ちゃんとね、たくさん買ったらビニール袋も置いてありますんで、こんな感じで駄菓子屋さんやってるみたいです。営業時間の方なんですけども、先ほど言った通り午後1時から3時までになってるみたいなので、はい。で、定休日が週末の土曜日と日曜日になってるみたいです。はい。オーナーさんで肉野菜がいただいちゃいました。なんか申し訳ないって買いに来たのに。はい。で、ケンさんのご飯あげてくださいってことなのでね、ちょっとあげたいと思います。はい、どうぞ。美味しいですか？あ、美味しい。もっと欲しいですか？はい。はい。お腹空いてるみたいです。まあ、今12時なんでね、お腹空いてるんですよね。はい。もっとくれと。はい。はい。でも食べるときは、下行っちゃうんですね。はい。ケンさん、もうないです。皆さん、でね、注意事項もね、こんな感じで、冬場のことですね。ストーブカバーは、ケン店長がいるときはクローズしてねっていうことで、これが注意事項になってますね。それではですね、うまい棒を5個と、あとマシュマロを2個、あとコーラガムを1個と、あとぴったりの2つ。2個買った分で計10個で、各1個ずつ10円なので、まあ 10×10 で100円ですね。で、ね、お代金をね、こちらの方に入れていきたいと思います。はい。
ちらの上の段の方なんですけども、こんな感じでケンちゃんシールなんてありますね。ケンくん結構かわいいですね。1袋で100円ですね。こんな感じとか、あとこんなのですね、ゴルフのねやってるケン店長ですね。まあ、こんな感じでねありますね。暑いんで扇風機当たってくつろいでるケン店長でした。はい、ケンさん、ケンさん、ケンさん、それではまたお菓子買ってきましたんで、はい、暑いけど頑張ってくださいね。はい、はい、いかがだったでしょうか。これでね今回の動画は以上となるんですけども、ぜひね札幌に来ましたらね、今現在やってるのは駄菓子屋さん、ケンちゃんがやってる駄菓子屋さんですね。ぜひともねケンちゃんね見に来て駄菓子をね買ってってください。まあコロナがね収束すれば通常のねとうきびとね焼き芋ですねがね始まると思いますので、札幌に来たら来てみてください。こちらのケンちゃんもね YouTube のチャンネルを持ってますので、概要欄の方に載せておきます。ぜひご覧になってください。もしねこの動画がねちょっとでも参考になったよっていうのでありましたら、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いします。それとねまだチャンネル登録をしない方がいらっしゃいましたら、ぜひともね下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。それではね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバーイ。